誰かのために、未来のために、笑顔の種をまく人がいる。シーダー。今回のシーダーは佐伯かおるさん。山梨県の歯科医院で30年以上、歯医者が苦手な子どもや障害がある人たちを休診日に診療しています。休診日にわざわざやるっていうのは人がいないから、人がガチャガチャしてたらそれに反応しちゃうから、集中するのに休診日の方がいいの。1対1でもうストレスがかかっちゃって大変だなと思ったら、もうちょっと下のステップでここまでやったら終わり。その時の状況によってステップをいろいろ変えるわけ。ちっちゃい時からいつも訓練してれば何の問題もなくできると思うよ。そんなシーダーのルーツは31年前に受講した障害者歯科研修。この子たち何考えてんだろうとかさ、こう観察してるとさ、緊張感とかさ、反応が全然違うしさ、人によって全然違うわけさ。この子たちを治療するのはどうしたら治療できるんだろうか、アプローチは一個じゃダメだ、もっと違うアプローチがあるんだろうとかさ、こんなに集中するもんかと思うから面白かったんだよね。またな、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 またな満足してもらわなきゃ何のためにってか分かんねえ。来てよかったと思ってもらえればあーって、だからそれだけが全てじゃん。シーダーの蒔いた種が山梨の街に笑顔の花を咲かせる。